胆管周辺の虫傷肝臓、右肝管、左肝管、総肝管、胆脳管、総胆管、胆脳、おっィ活躍筋、ファーター,ボーダイブ、水管、水臓、十二指腸水管とは、水臓と総胆管をつなぎ、水臓外分泌により消化を助ける水液を、総胆管の方向へと輸送するための肝臓の器官である。競技にはその本管を指す。水管本管は、 ウィルスング管とも副水管が別にあるため主水管とも呼ばれている。水管はファーダー防大部の手前で相単管につながり、第十二指腸乳頭の部位で十二指腸の二番目の部位の管の内側に両管ともつながっているものである。ウィルスング管は発見者であるドイツの解剖学者、ヨハンゲオルク・ウィルスングにちなんで名付けられた。ほとんどの人は一つの水管を有している。 しかし、一部の人は、サントリーニカンと呼ばれる、複水管も有している。水管の圧迫、閉塞、炎症は、急性水炎を引き起こす。この疾患の最も一般的な原因は、相対管血石症か相談管中の胆石である。胆石は、往々にして、ファーダー,ボーダ大部の末端を塞ぐことがあり、この部位が塞がれると本来十二指腸に分泌される、胆汁も水液も、 両方ともせき止められる。これらの消化液は、水管へ逆流すると水炎を引き起こす。水管癌は、水管のうちで、一般的な悪性腫瘍である。ありがとうございます。